皆さん申し訳ありませんでした。突然の謝罪でした。今日の札幌市議会本会議での出来事です。札幌市議会の松浦忠議員は13日選挙後の議長を決めるための臨時議長に就任しましたが、議長の決め方についてあらかじめ決められていた5選ではなく立候補により決めると持論を展開して議長席に9時間近く居座りました。松浦議員は臨時議長を解任され議長席を離れた後、議長選のあり方に一石を投じるためと主張していました。なあ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 でね、そのいわゆる法も何も関係なく居酒屋談議的なことでねやるっていうのはダメだよと、立候補制の一石を投じてやりがいないなと。松浦議員に対しては懲罰動議が提出され、今日懲罰委員会を設置するための本会議が開かれましたが、長時間議事を停滞させ大変ご迷惑をおかけいたしました。深く陳謝を申し上げます。反省し編纂を重ねて身寄りしていきたいと思いますので、特段の寛容な措置をお願いを申し上げまして終わらせていただきます。大変皆さん申し訳ありませんでした。謝ることない。松浦議員は突然議場で土下座し議員たちに謝罪しました。松浦さん、正当性を主張されてたと思うんですが、松浦さんどうしてどうした、謝罪の理由は何なんでしょうか。教えていただけませんか。設置された懲罰委員会では今後閉会中の審査で松浦議員への処分を検討することを決めました。懲罰委員会では一番重い処分で議員の身分を失う除名もあり得ることから、謝罪について一部の議員からは除名処分を回避するためではという声も漏れています。